北海道札幌東高等学校は、北海道札幌市白石区菊水にある、同立高等学校。略称は東高。明治時代に設立された旧西高、旧正高札幌市の中心部に位置しており、通学のための交通手段が、JR 北海道函館本線、札幌市営地下鉄東西線、JR 北海道バス空地線と3通りある。中距離電車の停車する、 JR 駅に近いことから、札幌市内のみならず近郊の市町村からの通学生の多いことも特徴である。ただし、住宅街に位置することから、交通事情の自由により自転車通学は禁止されている。服装は学校指定の制服である。男子は黒の爪入学生服に交渉入り金ねボタンを装着する。女子は襟に白色に本ラインが入った。 セーラー服である。体位区議は2015年度から変更された。2019年度より再度変更されている。現在の効果は1953年11月に制定、新校舎落成記念式典にて発表された。風巻啓二郎により、作詞、池内と文次郎により作曲されたものである。札幌東高校に通う全生徒が所属している。 その中で会長をはじめとする役員で構成されるのが、学友会総務という組織である。学友会総務は、入会方法などは、他部活とほぼ同じであり、特別な場合を除き一部活として扱われる。名称は違うものの所一般的な生徒会としての役割が与えられている。年一回、選挙によって会長が選出される。また、その他の役員は、 会長の指名により、執行委員の中から決められる。主な役職として、副会長、初期長、初期会計幹事、会計委員、書務幹事、書務自治委員長、保健委員長が存在する。また、行事ごとに総責任者が任命される。投稿祭その他の生徒活動の運営のほか、学友会始、東を年1回発行する。また、 札幌南高校、札幌北高校、札幌西高校の生徒会とともに、毎年12月頃、四校会談という交流会が行われ委員の見識を深めている。学友会の歴史は、学校創立後間もなくの1909年、実教会が設立されたのが、はじめとされる。はじめ青春会、後に、遠征会として、同窓会組織があったが、 北海道札幌東高等学校として男女共学になった後、札幌東高等学校同窓会として統合された。毎年、総会や懇親会が取り行われている。1922年の同窓会組織によって、札幌青春会女学校が創設された。ありがとうございます。